えーペルドーもペルドーいたしまして、にゃっそうもな大チャンネルです。えー本日7月12日水曜日もね、えー、各球場でプロ野球の試合が行われますということでですね、そちらの方もね、非常に楽しみにしていきたいなというふうに思っているんですけれども、私本日ね、あの1日休みということで、まあ普段はね、あの1軍の試合しか見ませんから、今日1日休みということもあってね、たまにはね、2軍戦もチェックしてみようかなと。 はい。そういうふうに思いまして、まあ今日はね、あの、ロッテ対ヤクルトの試合が1時からね、2軍戦あるということで、まあ大体12時45分ぐらいですかね、えっ、ー、と、スタメンをね、まず見てみたんですよ。はい。でね、まあ1番平沢選手だったりとかね、そのいろいろ見ていきまして、えー、そしたらね、8番に大下選手の名前があったんですよ。 まあ、大下選手ね、もう早く一軍にまた合流してほしいなっていう思いだったんですけどね、最初は。で、それで、その、大下誠一郎って書いてある一個左の欄に、取るっていう感じが見えるんですよ。これあの、捕手の方なんですけど、えー、本日の二軍戦のロッテのスタメン、8番キャッチャー、大下誠一郎。いや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 目折れたで俺、俺おは 8番キャッチャー、大下選手 <laughs>。いやいや、そんなことありえないだろうと。大下選手はもう主にサードとファーストを守っていますから、まあ、わかんないですよ。その大下選手がね、その少年野球だったりとか、高校時代だったりとかにね、キャッチャーをもしかしたら経験してたかもしれないっていうところもありますから、まあ、やらないっていうことは100%は言えないですよ。確かに。はい。でもね、このプロの世界だったら、やっぱりね、その自分が普段守っているところっていうのが普通だと思うんで、定位置っていうところがね、普通だと思うんで、あ、これ五色だろうなと。 で、それで、まあちょっとツイッター見てみたんですよ。8番キャッチャー大下選手って。見た瞬間にね、ツイッター見てみて、これ本当なのかなと思って。で、ツイッター開いたら、あの、早くもトレンド入りしてるんですよね。あの、ハッシュタグ、キャッチャー大下でトレンド入りしてるんですよね。はい。で、まあそれも開いてみて、ちょっとあの、いろんな方がね、そのツイートを載せてたりしてたんで,で、それで見てみたらね、キャッチャー大下5色かと思ったけど、これ本当みたい。 っていうツイートも、まあ、多々ありまして、これだけ多くの人が言うんだったら本当だろうなと思ったんですが、いや、まだまだ。はい。ツイッターなんてやっぱりもうどんな嘘でも書き込めますからね。まあ、ツイッター、まあ僕、信頼してる部分と信頼しない部分あるんで、大体こういうね、その珍事件みたいな、例えばなんか、藤岡選手がピッチャーやってたみたいな、そういうのがもしあったら僕、まず疑うんですよ。で、それで、直接ね、見て確かめようというふうに思いまして、えパ・リーグ TV 開いたら、 あのこんなの載ってました、えー、マリーンズ大下選手プロ入り初のキャッチャーでスタメン出場みたいなその瞬間に、えー、8番キャッチャー大下誠一郎ガチなんだなと確信いたしましたマジで <laughs> まあまあまあ、確かに確かにね、野球の試合を行う中で、全体を見れているのは確かにキャッチャーしかいないですよ。そのね、全体を引っ張っていく人材。そしてもう全体をね、盛り上げていく人材。チームの雰囲気を作っていく人材。これもね、一つのキャッチャーの仕事だと思ってますよ。はい。それが一番できるの。大下選手。 ももううプロ入りり初ってていいにもタイトル書いてありましたあ、でもね、2軍に関してはね、その、勝敗とかよりもやっぱり育成っていう方がね、あの、一番の目的ですから、まあ、そこはね、あの、一個試すっていう面では非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、大下選手、非常にね、声が一番の武器といったところでね、これもツイッター載ってたんですけど、キャッチャー取った瞬間に、え みたいな感じの声出しそうっすよねやっぱそういうところでねそのチームの雰囲気っていうところも作れるというふうに思いますしね、はい、このキャッチャー大下選手、えー、今日非常に楽しみにしております、まあ、でもねこの動画を撮ってる段階で1回の表に早速2失点はしていましたが、はい、まあねもう一つの武器であるねその長打力っていうところもね大下選手どんどんアピールしていかなきゃいけないというふうに思いますんでね、えー、特にね今日は8番キャッチャー大下誠一郎に注目してこの2軍戦チェックしていきたいと思います、はいえー、この記事を見て本当に驚きました はい。そして、これは陳事件なのか、あの、サブロー監督の神采配なのか、まあ、どっちかちょっとわからないんですけども、はい。ちょっとね、話題になっていた、プラス、すげえ面白い采配だなというふうに思ったので、ちょっと動画にさせていただきました。ということで、ということで本日、8番キャッチャー、オースターファイティー